横浜駅の隣、東神奈川駅。すぐ目の前の中木戸駅も、2020年に京急東神奈川駅に改称された。かつては東海道の宿場町として栄えた町だ。旧東海道を横浜方面に歩いてみる。歴史ある通りにはやはり様々な史跡を目にすることができる。横浜市神奈川地区センターの前にあるのは、幕府が法度を掲げた考察場跡。その先の成仏寺、開校時に外国人宣教師の宿舎となり、横浜での近代医学の発展にも寄与したジェームス・カーティス・ヘボンも逗留している。成仏寺の先は滝の川がある。新しく建てられた高層マンションとの対比がすごいが、この滝の川にて凄まじい光景を目の当たりにする。京急線の線路そばにあるこちらの建物、通りから見ると違和感がないが、高架下に並行する小さな橋から見える裏側は、ご覧の光景だ。川面に大きく飛び出した木造の足場、一部は崩れ増築部分が落ちそうに見える。この辺りには戦前から商店が並んでいたそうだが、進駐軍に接収され、元いた住民たちは残されたわずかな土地にバラックを建てて暮らした。敗戦後の混乱の中でたくましく生きた人々の暮らしの名残である。川が増水した際にも危険がありそうだが、どうやら今のところ被害はないようだ。さて、それでは海側も見てみよう。コットンハーバー地区にある星野町公園、こちらは勝海舟が満園の頃に設計した神奈川台場の跡地で、園内には石垣の遺構がある。
背後は貨物船高島線の線路だ。さらに海方面、瑞穂埠頭の方へ。古い倉庫が立ち並ぶ様子は刑事ドラマのシチュエーションにぴったりだ。瑞穂鉄橋の先は一般人の立ち入りが禁止されている米軍施設横浜ノースドックの敷地。この手前にサザンオールスターズの思い出のスターダストでも歌われ、ドラマ危ないデカなど横浜ロケで有名なアメリカンレトロバースターダストとポールスターがある。1950年代からあるという老舗バーは変わらず営業を続けているが、周辺の風景はまるで変わってしまったようだ。